氷のように冷たい男、はい、シママでございます。いや、太陽の声が聞こえますよ。真夏の太陽ビーム、みんなビームを浴びてくれ。俺はやるぜやるぜやるぜっていう声が、はい、太陽から聞こえてきております。いやいやいや、バイク乗るには危険な暑さですね。真夏の国道1号線原宿の渋滞は、死ぬかと思いました。はい、いやー、これ早く山の上上がりましょう。風祭りのローソンで、ちょっと一服しますかね。でもね、これほら、あの青春バイパスパーキングがね、まだ使えないんですよね。青春バイパス自体の工事は多分終わったのかな。うん、だから小田原で降りなくて済むんですけど、パーキングの工事はねまだなんですよ。上にこう少しねかさ上げして土台を上げて、多分その上に、建物建てると思うんですけど、かさ上げしたぐらいのとこまでは終わったのかな。だからそこが使えないんでね、まあ青春パーキングが使えればまず間違いなく箱根上がる前にそこでちょっと休憩なんですけど、夏っすよ、やっぱり夏。いや、夏はね、単車暑いっすけどね、でもやっぱりね、気持ちいいっすよね。いや、久しぶりに青春バイパスでカメラ回してんじゃないですかね。ここのとこね、ずっと回してなかったですから。お姉ちゃん、ビキニのお姉ちゃんはこっからは見えない。ビキニじゃないけどお姉ちゃんいたな、ちょっとわかんないっす。でも浜で広がった不思議な恋を。ホームコース、ホームロード、ブラッド青春バイパス、ブラッド箱根ですよ。シールド示す方が正直涼しい。まああのそのくらいの温度というふうに思っていただければ。いや、大磯ロングビーチ、いや、ここもねいいんですよね。夏はねいいですよ、大磯ロングビーチ。もしご家族連れ、まだお子さんがね、小さい、方いらっしゃったらね、ここはあのぜひ一泊で来てください。いや、あのね本当いいですよ。そういう家族連れに優しい、感じになってますよ。まあ本当に、まあもうちょっといっぱいで撮れないかもしれないですけど、もしご家族連れの方ね、はい、夏遠くには行けないけどどっか近場でって思ってらっしゃる方、ぜひ大磯ロングビーチ、私はおすすめします。はい、はい、風祭りのローソンで、アクエリアスで水分補給ですね。はい、あ、ここのね、あの県立の、博物館、地球科学博物館だったっけな、なんだっけな、ここもねいいところですよ。うん、なんか恐竜います。はい、さっきね、休憩中にローソンの前を通り過ぎてったんですよね。まあ白バイの方もね、この暑い中お疲れ様でございます。気温出てないですね。いや、でもね涼しくなってきましたよ。なんか景色も澄んできたな。あ、雲は多めなんで富士山はね今日見えないと思うんですけどね。芦ノ湖は綺麗に見えますね。あ、眺めも今日いいんじゃないかな。もう綺麗に見える。はい、ランカンダン到着です。よいしょ、富士山はやっぱり見えないっすね、残念。頭も見えないっすね。はい、それではアネスト岩田スカイラウンジ、
トイレ行って何か飲もうと思って、販売機であっちにしようこっちにしようって迷ったんですよね。でポカリとかそういうのがなくて、まあいっか、じゃあちょっとコーヒーでもやっぱり飲むかと思って、そしたらですね、痛恨のミス、ホットを買ってしまいました氷のように冷たい男と言い聞かせて飲みましたよ。さあ大観山を後にしてどこ行くかね。まあいつものようにブラッと箱根なんで、ノープラン。あれか、降りてバイパラでも行ってみますかね。誰かいるかもしれないし、まあバイパラでお昼食べてもいいですけどね。うん、あ、これね、あれなんですよね、電動のオフロードバイクのコースなんですよね。ちょっと見たいね。やってるね。これいつか誰かやりに来ません？知ってる人はいない？音がしないっていうのはすごいな。なんか不思議な感じですね、やっぱね。撮影やってんのか。今通行止めなんですよね。なんか撮影やってますね。なんだろうね。はい、まあということで今日はね、またブラッと箱根にパトロールで来てみましたということですね。いつもね、チャンネルに遊びに来ていただいてありがとうございます。はい、またよろしければ遊びに来てください。それではまた。